大方よう、ぶっ飛んだ。おい、ドッソーンと犬がかかりました。嬉しいな。おっと、まあ、来た。すっごい、うっすー、すっげー曲がり、すごい当たりあったな。ほら、ほら、行くよ、どんどん行くよ。うい、来た、やった、いい当たりだった、最高や。おはようございます。おはようございます。はい、いよいよリミテッドプロ VS が発売されます。はい。はい、今回が3代目ということで、うん、はい、この VS っていうのは、まあ、シマノのドセンターということで、うん、はい、じっくりテストして、煮詰まってきたわけなんだけども、はい、シマ君、テストしてどんな印象を受けました？そうですね、まあ、やっぱり、まあ、今までこう歴代の中でやっぱ細身肉厚設計ってどうしてもやっぱ重かったんですけど、やっぱりね、より進化してるだけあってすごく使いやすいっていう印象がありました、はい、すごい、はい、うん、シャンとしとったね。今回やっぱアイテムも多いんですよね、うん、島くんが90です。僕が 8.5m、はい、僕が、うん、80、はい、80、うん、僕はこの85がすごく気になるんですけど、リミプロ VS としては、はい、この85っていうのは初めての長さになるんだけども、はい、今までまあずっとテストしてきて一番の特徴はね、パワーがすごい、ある竿だなという、うん、あんまりその軽さっていうのはね、重視してなかったんだけども、調子とパワーを重視しとって、あと今回に関してこの8号はね、まず持った時に一番感じたのはめちゃめちゃ軽いなっていうのは感じたですね、うん、一番多分注目する的の長さと使い勝手と、まあ、いろんな部分要素を考えたら注目されると思いますよ。そうやね、はい、で、まあ、ここまでまあ、シャープな感じでね、軽くなってるとパワーどうかなって、それが心配だったんだけども、はい、こんだけ軽くてこんだけのパワー出せるんかっていうようなバランスに仕上がってたですね。やっぱりリミテッドプロ VS ならではの仕上がりってことですね、はい。奈良県吉野川に来ています。下流に見えるのが椿橋という橋です。最近になって22、3センチの鮎がバンバンかかっているようなので、背あたりからやってみたいと思います。はい、じゃあ仕掛けをセットしていきます。天井糸は 1.5 号、太めを選びました。水中糸は複合メタル 0.07 号です。で、鼻管周りは、ワンピース式のフロロカーボンの、0.8 号。底押しが小さな割には水量が多くて押しの強い革っていうイメージがあるんで、最初から、きちっと底を取れるように、小さめの重りをつけて、スタートします。で、今使ってるのは、待望の 8.5m今前当たりありましたね。おー、勝った。おー、ぶっ飛んだ。竿の説明する前に1滴目大きいな。じっくり手応えを楽しんで、おー、背がかり、おい、ドッソーンと犬がかかりました。嬉しいな。いい出だしです。で、今回これ 8.5、標準がまあ9とすれば少し短めなんですけども、その短めの竿の欠点といえば亀性能が少し劣るっていうことなんですけども、今回のミニプロ VS シャープさと粘り、亀性能の融合ということで、すごくバランスよく仕上がったもんですからね、多少下竿でかかろうが沖圧が一気に沖に走ろうが
竿がきちっと立って魚の引きを全部吸収していなしてくれるっていういいバランスに仕上がっていると思います。引きをいなしてくれるとどういうことが言えるかというと握れが少なくなるし糸が切れにくくなる。で、乗されないからその場で立ったままスムーズに取り込みができるというそんな利点がありますね。どんどん少しずつ沖に詰め込んでいきます。お、今また前当たりがあった。結構前当たりが出る川なのかもしれないですね。この1匹目もかかる前に明確な前当たり、かかった。今も前当たりがあったかかったでしょう。結構前当たりの響きがねすごくタンタンっていうのが高い音で響くから分かりやすいですがね、針先に触れたんじゃないかっていうぐらいしっかり伝わってきますんで、ブーン、もうまたこれも21にある。順調ですね。これ多分かかります。トンとかコソっていう感触がね手に伝わってるんです。それは典型的に周りにノアユが来ている証拠だもんですからね。こういう時は、引き寄せずに糸の張りも若干抑えて、つけていくことが大事です。これもいいぞ。いいとこかかってる。ピューとたるんだ状態から糸を軽く張ってってピュッと糸が張った瞬間、近代調法ではまあ欠かすことができないそのゼロの状態をしっかり取るということに関しても抜群にやりやすくなっています。本来の同調子の差だとね、どうしてもそこが少しドワッとした感じが出ているとゼロがボケやすいということがあるんですけども、この竿に関しては抜群に取りやすいものですかね。先調子の竿を使っているような感覚でゼロが、取れてしまいます。これも23ぐらいあるな。吉野川はねこう典型的な玉石の多い川ですね。回遊しながら、玉石をはんでるっていうようなイメージがあります。あらもう、かかった。広く動かしてそういったノアユとかナワバラアユに行き当たる確率を増やす、そんな考えの釣りになります。多いよこれも。よし、しっかり背がかりでかかってますね。バーサトルはね、一番最初の頃はねロッドテンションの竿っていうような売り出しをしたぐらい、もともとはもう引きずりをしやすい竿なんていうような考えで設計したものですからね、そこから進化した竿だもんですからね、もう引きずりっていうのはお手のものっていうのは分かるんだけども、どうしてもその時の、まあ、初代の弱点としてはやっぱり立てた時のドアドア感っていうのはあったんだけども、まあ、今回リミプロ VS3 代目になると思うんだけども、そういった欠点を少しずつ少しずつ改良してね、立てても綺麗な泳がせがしやすい竿に進化してます。全く竿ぶれんですもんね。
この時にドワドワすると目印がダンスしてね釣りにくくなったりするんだけど、ビタッと目印が止まってますんでね、氷の上を滑るように目印が移動していきます。せっかくなんでここから泳がせ釣りも試してみましょうか。ここからビュー、両方できる竿なんだからね、両方の長距離を駆使せんともったいないもんですからね。やっぱり友釣りはね、泳がせ引き釣りどっちがいいじゃなくてどっちもいいんですね。おとりの動きとか通るコースや棚っていうのがやっぱりそれぞれ違う。だから同じポイントでも2つの釣魚を繰り出すとそれぞれに反応する魚が取れるっていう、だから釣果が伸びるんじゃないかななんていうふうに感じたりもしてます。あ、かかりそう、かかると思います。今完全に大きな前当たりが出たもんで、おっしゃやっぱり間違いなかったな理想的、大きい前当たりを感じて仕留めた一匹。かなり下流部の方に移動してきました。100近い大物も出るポイントのようです。大きな量計の網をかけてリミプロ VS の粘りとパワーを見てもらいたいと思います。早速かかりました。出るなり、余裕がありますね。まず手始めに21センチというところです。よっしゃ、お、これもいい方、ぶっ飛んでますね。亀に、おとりを引きずって亀に走ってます元気がいい、これもいい方だ。よいしょ、うい、温度は23ぐらいあるね。かなり余裕があるもんですからね、大きいのがかかった時にねちょっと怖いなっていう感覚が、ほとんどしないですね。竿のこのバランスの良さで綺麗に魚の引きをいなしてくれるもんですからね、余裕がある竿っていう感じがします。よっしゃー、思いのほか大きいのか。ああ、見せがかりだ。ドン、9メートルは島くんが担当してくれたけど、はい、どんな感じに仕上がったのかな。そうですね、もうまあ9メートルってずっと3台続いてる感じになるんですけど、まあ一番の特徴はやっぱりこう細身肉厚の特徴で、こうやっぱ9メーターの長さで持つとどうしてもやっぱダヨンダヨンこうブレるんですよね。でやっぱり3代目とこう、まあ歴代を比べるとこの3代目は一番早く止まってちゃんとするんで、穂先に対してもやっぱこうおとり操作がすごくしやすい。その辺はこう持った時から釣ってる時の実調ですごく実感できる部分、これって細身肉厚でバーサトルの調子かなと思うぐらいのおとり操作感
っていうのはすごく良かったなと思います。かといってやっぱり9メートルであって、やっぱりこの細身肉厚はやっぱ長さゆえの曲がりが出るんですよ。持った感と操作感はシャーンとしてるんですけど、かかってからはぐっと曲がるんですけど、そこの粘り強さはすごく実感できるところで、やっぱりこう出来台を比べるとよくわかるなと。出来上がりもすごく9メートルにしてはいい感じに出来上がったんじゃないかなと思います。天国橋下流見る限りね、こう吉野川の中でも軽装的にやっぱ川層的にもこう大きいし、岩があるんでまあまあ大きいのがいそうなはみ跡があるんで、リミテッドプロ VS のですね9メーター曲げて釣ってみたいと思います。基本としてやっぱりこう細身肉厚でオールラウンドっていう感じの竿の調子になると思うんですけど、今みたいにねちょっとこう寝かし気味で上流に引いてきてからこうちょっと立てても操作もねこう切り替えてしやすいっていうところは、取り操作するのにもやっぱこのシャープさはすごく楽は楽ですね。おお、立ってますね。おお、おお、でかいやん。まあでもこういうね緩いところでもやっぱり粘る竿だったら鮎に主導権取られない状況で多分寄せれると思うんで。おお、でかいじゃん。どりゃ。うふう。おっと、かからったんか。でね、やっぱり貯めれるだけやっぱ貯めれるっていうのはすごくやり取りをするのにはやっぱり楽なのと、やっぱりねこう下の方がすごく力強さあるんで、こう動じなければうまくそこはねしっかり竿の力を出してもらったらもうやり取りは大変じゃないと思うんですけどね。おー、でかいのか。これも吉野川の鮎はすごいな。うわー、でもでかいだけあってすごいな。よいしょ。シャンとしたシャープさの中に曲がって粘るという竿の作りってなかなか難しいんですけど、今回のリミテッドプロ VS はですね、この辺がシャープさと曲がりの粘りがこう融合されたという感じで、特にこの9メーターはですね、やっぱ長さがある分だけ曲がってからの粘りからのパワーはバーサトル的なところでもあるのかなと思いますね。すごい、うわ、うっす、すげえ曲がり、すごい当たりやったな。よいしょ。重いな。うわ、うわ、う。ポイントですね、川手やっぱ岩盤もあってサイズも大きい、鮎が釣れる感じの場所になるんですけど、もう川底フラットなんで竿を寝かしてこう引き上げるという感じにしてますけど、今こうねおとり操作してるのにはそ
そんなねこう誰かもなく先端を微妙に調整しながらおとり操作できてる感じは細身肉厚設計のイメージとはちょっと違う感じですね。うん、まあね、こうフラットなところで今おとりなじませてゆっくり引いてますけど、毛穂先の曲がり、まあ、シャープな中に曲がりが出るので引きやすさと、あとね、おお感度、ここね今ドドンってくるんで、うわ追われてるけどかからない。やっぱりね細身肉厚になるとどうしてもその感度とかやっぱりなかなか損なうところあるんですけど、今回のリミテッドプロ VS はよりこうね、先端から、まあ、全体から先端にかけてこうシャープさがあるんで、ほらもう手元に感じながらのかかってからのこうやり取りってもう感度もやっぱり伝わりますし、操作もですね、まあ細身肉厚ながらに対してシャープさもあるんで、よいしょ、まあ、9メーターにしてやっぱりどうしてもやっぱ細身肉厚になると曲げ幅でどうしよう、うらかかった感度ってやっぱ落ちちゃうかなと思うんですけど、やっぱこのシャープさと先端の操作使用感をすごくいい感じでよこうね、糸張ってる感じはすごく分かりやすい。このシャープさが9メートルの感じでもすごい、どちらかというと僕こうね先上司でおとり操作することが多くて糸の張りを意識する部分、まあ、今回ねこのリミテッドプロ VS 細身肉厚でどうしてもやっぱ9メーターになると先端の曲がりがね出ちゃうところがあるんですけど、今回の本当にリミテッドプロ VS はやっぱりねこのシャープさ、竿先が的確にうわー感じれる部分はこうピンポイントでこう止めて釣るにも釣りやすい、操作しやすい竿なのかもしれないですね。今までこう川底フラットで引いてきた感じですけど、ちょっとねこういうピンポイントになった時に、まあ先上司の竿ならすごくやりやすいんですけど、こう細身肉厚の竿ってなかなかこうね微妙なラインで竿立てて釣るっていうことがしづらいんですけど、今回のリミテッドプロ VS ねこう立てた状況での取り操作も使えば使うほどこう実感するところかなと思います。しゃ、かかれ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 、しゃ乗った、めっちゃ小さいな当たりが。よいしょ。よいしょ。来た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 、そう、よっしゃー、すげー走ってくぜ、おら釣りゃ、いいサイズじゃん。
今回剛が、うん、エミデットプロ VS 初参加ということで、うん、長さがなんと8メートル、うんうん、シャープ感と粘りの融合って結構やっぱ難しくて、前のスペシャルバーストルからの続きのテーマだったんだけど、8メートルだから軽くてシャープなのはもう当然なんで、あんまりこうね、この短い竿でしっかり曲がって、こうじっとりこうじわじわって曲がりながらすごいパワーを発揮するっていう竿があんまり今まで僕は自分で見たことがなかったので、じゃあどうやってこれにこの粘り、安心感と粘りで、まあ突っ張らない感じ、かかってからこう溜めた時に突っ張らない感じを出して、さらにおとりを引きやすいかをテーマに、テストをずっともう繰り返したんだけど、まあこの実調まあ動画見てもらっても分かると思うんだけど、すごい粘るで引きやすい、じゃあって感度もいいからすごい細かい操作もしやすいので、すごい、いい出来になったんじゃないかなと思ってます。さあやるよ。今回のねリミテッドプロ VS シリーズはシャープな竿なのに粘るっていうのがまあキーワードだったんですけど、僕の場合はね 8m なので、まあ、シャープなのはねもう当たり前なので、まあ、そこを意識するというよりはこう今までになかったようなこうすごい力強い短竿みたいな溜めたり引いたりできるようなおう竿って感じで選びました。あんまじゃないの？大きいよ。おお、まあまあだ。よし。やったぞ。すぐかかったよ。手にもね、すぐ当たりくるね。竿の曲がりとか見てもらっても分かるけど、すごい粘る。細身肉厚設計で、こう、底知れんパンを感じる感じの竿になってますわ。またね、もっといいやつもかかってくると思うんだけど、ギューって溜めても全然こう怖さを感じないというか、そんな竿になってると思います。この手前もあんまり見逃さんように釣りたいですね。 8m の良さをフルに活かして釣りたい。おう、いい当たりしたね。やっぱり前当たりだったね。この溜め性能っていうのがね半端ないね、うん、よし行くよ、どんどん行くよ。サイズアップを狙いたいね。もう川底が比較的小石底でおとりを引きやすいポイントだから、今はゆっくりゆっくり下引きずり、神へ神へ、ちょっとしなやかに作ってあって引きやすさは抜群だと思います。あれ今反応か、来い、なんか怪しいよ、怪しい動きしとる。うい、来た楽しい、まあまあ楽しい最高や。ちょっとサイズアップやね。よっしゃ、もろい。あ、まあ 8m の良さはね、まあいっぱいあるんだけど、まあ、僕が 8m が好きな理由はね、もう 何にしてもね、やっぱ操作性の良さかな。軽いし、こう一日使っても本当ストレスを感じなあ、穂先がこう戻るときにこういい感じやね、こうじわじわじわって戻るからすごい引きやすい、こう弾かないかな、じわ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 、うい、きた、よし、今45度でいったね。え、おいい当たりだった。おお、よっしゃ。
ほら、いい感じやん。ちゃんとおとり動かすぐらい強め。今神へ、うい、神へ来いって感じだったからね。いいね、超楽しいんだけど。いいよ、おいい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。おお、オッケー、オッケー、よっしゃ、やった。どんどんサイズアップしている。いいじゃん。20センチがあるよ。おお、い、やっためっちゃ楽しい。おお、よう引くな。大きいじゃん。よっしゃ、おお、入れ上がりだ。意外に止めない方がかかるね。そんなんもね、結構やりやすい。引いたり止めたり、引いたり止めたりが、こう穂先が曲がってこう戻す時がこうね、じわじわってこう戻してくれるから、すごいこう引きやすいっていうのが、こう竿がある程度勝手にこう穂先曲げとくと、穂先がじわじわって曲がるから、そのじわって戻る時におとりを勝手に引いてくれるので、微調整がすごいやりやすいですね。あれがね、硬すぎたりとか張りがありすぎるとパンって戻るもんで、結構こっちが細かく操作せんと引きづらかったりするんだけど、細身肉厚設計のなせる技かもしれないね。よし。ほんで今度はね、ちょっと変化のあるね、とこに少し降りてきました。今度はこう泡があって、こう狙いたいところがはっきりしとるポイント。おい、この泡の中ね、とりあえず。よっしゃ、この泡の中、この今この泡の筋がしっかりした粒心で、向こう行っちゃうともうたるみで砂地になっちゃうので、向こうはもうポイントじゃないので、しっかりおとりを管理して釣ってやるのが大事ですね。ちょっと重りをつけてみます。重りをつけて、さっきの続き、やっぱり操作性の高いこう短い竿と重りの関係性って結構良くて、よっしゃー、来たー。綺麗な、こうやって狙って釣っていくのが楽しいですね。お、ちょっと大きいね。やれんなよ。おお、よいしょ。さあ、重りつけたら一発だったよ。いいよ、すごく楽しいよ調子が出てきた。短い竿っていうのは本当に操作性と感度がいいので、重りとの、ね、相性もいいんです。本当にあのこう操作が雑にならないの で重り1個つけるようになるだけで、だって世界が広がるぐらいポイント。おい、違うか、今の来たかな、来たんじゃないの。うん、おー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 、引くよ、引くよ、引く。あった、おーい、おー、オッケー、オッケー、やったぜ、やったー、いいね。重りが使えるようになるだけで、すごく世界が広がるというか、なぜショートロッドプラス小さい重りから、ね、生涯立派な荒瀬釣り師になる。うい、来た、やったやったね最高や。あの目の前のあの小さい泡だよ。やった、いい当たりだった、最高や。あとはもうちょっとでかいやつ釣りたいね。26とは思えん底知れぬパワーを見せたい。このリミテッドプロ VS って、まあ、佐藤さんの8号と、僕の9メーター硬さ的には 2.75 なんですけど、うん、剛さんのその80は、うん、硬さ的にはこれはね、標準穂先で H2.6 です、はい。でまああのあんまり僕ね、あの硬さにはそこまでこだわってなくて、テストして自分が使ってみて使いやすくて引きやすい竿をこだわって作ったら、結局この硬さになった。
っていうところが本当のところです。で、うん、2.6 でも若干固めの 2.7 よりの 2.6 で、まあかなりこう使ってもらうと分かるけど、2.6 とは思えんぐらいのこう力強さがこう引いてもこう溜めてもあるので、それはまあいいバランスになったんじゃないかなと思ってます。さあ、僕のね大好きなね水深のある瀬なので、こんなところでも8メートルの竿で十分釣ってもらえると思うので、それを見てもらいたいなと思います。落ちる寸前から、ちょっとね風が吹き出したんですよ。あの下流に来て8メートルということもあるし、細身に食わずってこともあって、相当風切りが強いですね。いいですね、やっぱり。ここは石がでかい上に流れがあるので、ぐいぐい引くというよりはちょっと街っぽく。おい、やったー、よし、よっしゃ、いいじゃん。もっともっとでかいやつを釣ってみたいですね。街っぽく釣っとるけど、もう少しゆっくりついていってほしいんだけど、ついてこないので、もう少しテンション強めてきます。こういう細かいテンションの出し入れはもうね、圧倒的にね短い竿の方がやりやすいです。おーよっしゃ、来たー。感度はすごい、もう最高級ですね。おー、ちょっとね、いい感じやん。2センチは軽く超えてる。短竿になるとちょっと突っ張った感じが、と溜め性能がすごい落ちるんだけど、同調子にすることによってすごい粘るのでいいっすね。よし、さあでかいの来いよ。この流進一番きついとこ来い。おい、来た、一番きついとこで来たよ。オッケーじゃん、楽勝。あった、魚結構でかいね。ちょっと、下流に来ました。さっきはねきついガチャガチャしたポイントで釣ったんですけど、今回はちょっと水深があってトロセっぽいとこ、このとこはね短竿が不利と思われるかもわからんけど、一回見てもらおうと思います。よし、さあ行け。どんな風に釣ろうかな。おお、見た、目印全部入ったよ今。グリ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 ってさ、ドーンってきた。大きいんじゃないの。おりゃおりゃ、おお、大きい。よっしゃ、やった。こう石も見えるわけじゃないし、縦波があるわけでもないし、折り込みが見えるわけでもないので、まあ、大雑把にできたらゆっくりゆっくり紙へ引き上げたい。狙いがないポイントなのでね、おとりがたくさん広範囲に動くように。ここいい石が、今目印の真下の辺にでかい石が岩盤が入っとって、これだ、この岩盤についてるやつがおるやな。やっぱりその岩盤についてるやつはでかいと思うよ。おい、うわ、来たー、いい当たりや、最高や。おお、これはいい当たりしたよ。粘っとるね。よっしゃ、ほら、よっしゃ。
初代が出た時にパワーセレクトシステムといって、はい、穂先を3本つけた。好評だったね、あれ。好評だったんですね、うん、穂先3本ある分やっぱこういろいろ釣りができるじゃないですか、うん、やっぱそこが特徴でしたよね、うん、そう、はい、まあ、よりオールラウンドに使えるっていうことでね、はい、そこがすごく評価されたと思うんだけども、はい、また当然のようにパワーセレクトシステム、はい、ついてるもんですからね、はい、標準の穂先とパワーと、はい、ストリッドです、はい、まず標準穂先がまあチューブラなんだけども、はい、これの時は 8.5 島くんの 9m は 2.H2.75 です、はい、でこのパワー穂先ですね、少し短い穂先、うん、太くて短いのがついとって、はい、これに変えると 2.75 から H2.9 に、やっぱりこうパワーだけあってやっぱ変えることによってまた対応幅とかいろいろ変えれるってことですね、だいぶ 2.9 にしたらパワー上がるね。そうですね、うん、でもう一つ3本目の穂先がソリッド、はい、これは取り付けても標準と硬さは変わらずに 2.75 のまま使えます、はい、で中止のももちろんパワーセレクトシステムがついてて、うん、3本ついてるんだけど硬さのがちょっとこっちとは違うんだよね。もう標準穂先の場合は、H2.6、うん、で、パワー穂先をつけると H2.75、うん、で、ソリッド穂先は標準と同じ H2.6 のままです。本当に隙がないというか、そう一歩ねどこでも、うん、っていうのに本当に特化した竿だと思うね、はい、あとはもう長さで選んでもらったら、うん、やっぱこのね細身肉厚設計ってやっぱ安心して使えるってところはやっぱりすごいなと思うんで、うん、ということで、アイテムも増えたこのリミテッドプロ VS 最高峰のシャープさと粘りをぜひ体感してください。